私たちのおじいやおばあが大事にしてきた食文化っていうものを見つめ直すことによってより健康的にできると思います。はい、皆さんこんにちは。蒸し暑い夏の真っ最中ですけれども、ご紹介したい、モロッコのお料理があります。名前はモロッコシーフードバスティルです。モロッコの、お祭り、例えばウェディングだったりとか、誰かのお誕生日とか、とにかくお祝いをしたい時の祝い料理となっております。その起源は10世紀と言われているんですけれども、モロッコがアラブの侵略とともに、アラブ風のお料理と、そしてアラブ人が持ってきた東洋の食材と、モロッコは、海に面している国なので、美味しい海産物を一緒に合わせて作ったお料理と言われています。まあ、世界中のあらゆる香辛料をアラブの商人たちがヨーロッパに持ち運びましたけれども、そのいろいろなスパイスを今日も使ってお料理したいと思います。オリーブオイルでお鍋に引いてください。で、火は中火で、最初にガーリック、ニンニクを刻んだものを入れます。その次に生姜を入れて簡単に炒めていきます。と火が通ったら先にお魚を入れてってください。で、魚はすぐ火通ります。で、イカも入れていきますね。で、最後にエビを入れて、先ほどより火を強火にしてください。マッシュルームを入れます。その次にオリーブですね。この段階でまずは、ご紹介したい香辛料を入れていきますけれども、ティースプーン1杯分のセロリ塩、タジンスパイス。タジンスパイスはモロッコでいろんな各家庭でいろんなスパイスが調合されてますが、今回はプリミックスのスパイスを使っています。ガラムも入れていきます。そこにレモン、パセリ。香辛料の最後としてターメリックを入れます。ターメリックはウコンですね。綺麗なオレンジ色に変わっていきます。で、これちょっと味見してみると、しょっぱさが少しあるかな程度が一番いい感じに仕上がっている証拠です。で、お塩、オリーブもありますし、塩漬けレモンもあるので十分塩味は入ってます。モロッコに春雨って思うと思いますけれども、春雨を入れるのがこのモロッコのバスティの特徴です。もうおそらくアラブの料理文化が入ってきたと言われてますけれども、今回ご紹介しているのはシーフードバスティルですけれども、これはチキンのもありますし、ハト肉もありますし、ビーフのもあります。で、全てにおいてこの春雨というものを使ってます。そう、そうめんチャンプルと一緒ですね。で、一番最後にこのホットソースをティースプーン入れます。これでちょっと味が締まるので、辛いのが好きな方はもっと入れてもいいかなと思います。出来上がったら飾り付けとして使いたいエビをオリーブオイルでちょっとだけソテーしちゃいます。ちょっと焦げ目がある方が美味しそうに見えるので、 2,3 分焼いてください。 Just a little bit。 あ、こんな感じね。 OK, that's done. OK, now 今からこのハケでオリーブオイルをこうやってお皿の上にギットギトに塗ります。 It's a little sticky, so be carefulで、なんと今日は春巻きの皮を使っちゃいます。で、春巻きの皮をギトギトに塗ったお皿に置きます。で、またその上からオリーブオイルを塗ります。
お花の花びらのように中心に四角の角を合わせて置いていきます。今は現地でも春巻きの皮を使って、家庭では作っているそうです。母さんの味っていう感じですね。このようにさっき炒めたものを敷き詰めていきます。今からフライパンで焼くんですけれども、餃子を焼くようにフライパンの中に入るサイズのお皿でこういう風にプレップしてください。黄色はターメリックの色になってます。でこれはまあ、結婚式とかお祝い事で出すお料理なので、幸あれみたいな感じなお料理なので、材料の種類が多ければ多い方がまあめでたいとされています。でじゃあ次はこのはみ出た春巻きの皮をこのように巻いていきます。ここが大変なでこれが綺麗にできるかできないかで、多分モロッコでも家族の中で喧嘩があるんだと思いますこの上の部分ですね、ここがすごく難しいんですけど、これもできる限りオリーブオイルで、ま、濡らしていく感じです。もうこんなに塗っていいのって思うぐらい塗ってください。なぜかというとこれ揚げ物ではないので、これをフライパンで焼いていくので、まあ、餃子みたいなもんですね。上にも花びらのようにかぶせます。このオリーブオイルはケチらないで塗ってください。そうじゃないと綺麗に焼けません。全部カバーができたかを確認してオイルで塗りつくします。で時間が経つと必ずこの上がゴワゴワしててもオイルを吸ってしんなりとしてくるので安心してください。で最後にこのように形を整えます。はい、これで準備 OK です。ここがちょっと重要なんですけど、これテフロンのお鍋は一番今回大事な道具だと思います。でちょっとだけ、まだ火つけてない段階でオリーブオイルを全面に塗ってください。このように、まあ、餃子のような感じでフライパンを かぶせます。それで 1,2,3 で取り除く。 OK? 中身はもう焼けてるので、中に火が通ることは、考えなくていいです。ただ表面がパリパリと焼けることを、考えていきたいと思います。またこれひっくり返したいと思うんですけれども、これも味噌があって、こういうような鍋蓋を使って一回乗せます。で乗せたらまたこれに乗せてくるん。バスティールっていうのはお祝いで食べるものなので、お母さんたちがものすごく朝早く起きて、まあ、あっちのウェディングっていうのはもう50人100人、まあ、沖縄のウェディングと同じぐらいいろんな人を呼ぶので、いっぱい作ります。熱々でできてくる料理ではないので、ちょっと時間が経って食べて美味しい料理となってます。この周りも焼いていきたいので、 Being patient for 5 minutes is the key because you just want it to be done, but とにかく焦がさないようにしていくのが大事です。でもこれはもう本当にゆっくりとゆっくりと、こんな感じで出来上がりです。でちょっと触れているようになると、中の海鮮の汁がこの皮に吸収されてちょっとソフトになってきます。その時に包丁で切るとこのパリパリが割れなくて
パイみたいな、パイ生地みたいな感じでカットできるようになるので、その時に、楽しんで、お食事してみてください。好みでホットソースだったりとか、あとはあのバジルのペーストだったりとかをつけて食べるのも、ものすごく美味しいかと思います。 Beauty and health tips for today。 このタジンミックスっていうのが、まあ、非常に優れたものかなと思ってるんですけれども、おそらく10種類以上のスパイスが、丁寧にミックスされている、ものです。タジン鍋で、まあ、お野菜とかお肉を煮込むことだけでなく、ハンバーグを作るときにお肉をとこのスパイスを混ぜるだけで、ちょっと大人味のスパイスの効いた、辛くはないですけどもスパイシーな、ハンバーグができるのがこの一つの特徴かなと思います。まあ、セロリの、あの青いいい感じの爽やかさが伝わるお塩ですけれども、これはステーキにちょちょっとかけたりとか、あとは、茹でた鶏肉のささみとかにちょっとかけるだけでも美味しいお塩となっております。塩レモンですけれども、まあ、日本人にはほとんど馴染みがない調味料かと思いますけれども、中近東に行けば、まあ、本当にどこの家庭でもあって、レモンを塩につけて熟成発酵したものなんです。まあ、日本のお味噌みたいな感じに売られているものなんですけれども、ちっちゃく切ってめんつゆに入れるのもいいですし、でめんつゆの中にこの液体を少し入れることによってレモンの風味が増すので非常に美味しいかと思います。オリーブオイルっていうのは非常にオメガ3がいっぱい入っている食事の中で唯一フルーツの実からオイルが出る植物がオリーブです。まあ、私は昔からオリーブオイルは体に塗ってます。クリームを買うことはなくて、顔にも体にもオリーブオイルは塗ると非常に保湿もいいです。今日もです。もうなんかお料理私はお料理してる間にこうやってついたものをこうやって塗ってます。髪の毛が傷んだらシャンプーした後にオリーブオイルを塗って、私はもうめんどくさいのでシャワーキャップつけずにそのまま寝ちゃいます。なんかしっとりとした感じで寝ますけれども、まあ、翌朝になると、まあ、馴染んでいてそれを洗い流してもいいです。じゃあ今日のお料理はこれで完成です。次の旅はイタリア。 So see you again soon. Bye.